柏国語です。今日はですね、いつもの定番コースを回ってから、ちょっとスタミナ太郎さんの方に、行こうかと思います。今日は、通院がないんで、スタミナ太郎さんと元気の湯のセットになると思いますね。ちょっと買い物したかったので、元気の湯のすぐ脇にあるヨークベニマルさんとですね、100円ショップありますので、そちらの方で買い物したいと思いますね。木曜日にちょっと謝罪取りまして、月曜日なんですけどね、いろいろありまして、ツイッターでですね、4月の昨日ですかね、昨日11日ですかね、なんか大きな地震があるっていう、予言みたいなやつがあったんですけども、結局はなんかなかったようですね。一安心という感じではありますけどね。地震が4年だと当たるわけねえなっていう感じで、見てたんですけどもね。そんなところですよね。ツイッターで見てましたら、富士オーワールドさんがですね、ちょっと石巻に遊びに来るということだったんですけども、当初の予定は26からですね、29までという予定だったんですけども、私はですね、ちょっと4月20日からちょっと休暇をいただいたので、27がちょっと出勤になってしまったんですよね。ちょっと厳しかったんで、5月の上旬ということで、5月4日の月曜日ですら公休日なので、おそらく休みは取れると思うんですよね。ちょっと短い時間になるとは思うんですけども、コラボ謝罪も多分取るとは思うんですけどね。ルートとかいろいろ検討してみな見たいなとは思うんですけどもね。あとはですね、4月13日から、話だいぶ飛んでしまいますけども、三陸道石巻かなインター上りがですね、完全閉鎖ということで、私はあまり着くことはないんですけどもね、この石巻港インターから乗ることが多いんで着かないですけども、ちょっと注意が必要かもしれないですね。石巻港インターそうしますと結構混むとは思うんですけどもね。通行止めですけど、あとドン・キホーテさんが、あと何日でしょうかね、水曜日オープンらしいので、あと3日くらいですかね、月火水ですか、あと3日ですね。ちょっと木曜日にもし行けるときは行きたいなと思うんですけどもね、病院の帰りになっちゃうと思うんですけどもね。ドン・キホーテさん、今まで仙台市まで行かないとなかったんですけども、結構近くはなりますよね。車で10分かかるかかかんないかっつう感じですので、24時間営業だったら仕事終わってからでも、余裕で行けますからね。
まめに行ってみようかとは思いますけどもね。サウナに入ってるような感じなんですよね。サウナで結構時間食いますので、まあ、今日もですねちょっと汗かなりかきたい感じなんですよね。あ、これも解除中ですね。橋のですねなんか工事がスタートしたっていうことなんですけど、まだ大丈夫そうですね。今日は U ターンの場所また前回と同様になると思うんですけどね。これナンバーの1番ですね。一番手っ取り早いのがやっぱ温泉巡りなんですけどね。温泉巡りとあと久々にですね場外のボートレース場行ってみたいんですよね。大里ですよね。あちらにちょっと行ければ、まあ、雰囲気がちょっと好きなんで行っていきたいんですよね。まあ、ボートレースももう2ヶ月近く完成はしてないんですよね。暖かくなってきたんで、まあ、2サイクル独特の、かぶりはなくなってきてると思うんで、冬場がちょっとですねエンジン不調だったりすると、有名な選手が全然順位がいかなかったりするんですよね。U ターンこの下の道使ってみましょうかね。なんかだいぶ変わったようなので、
さんがあとポイント5倍セールやってればいいんですけどね。ちょっと先週はちょっと全然やってなかったようなんで、月の中旬あたりが結構よくやってるんですけどね。ガソリンもうちょっとで半分になっちゃうので今日入れたいところですけどね。私よくヨークグニバーさんに泊まってるんですよね。この辺はなんかこちらの方がいいかもしれないですね。空の状態のやつが行きましたね。この横は、ぶっ通しますけども、通常の市街地は結構安全運転なんですよね。ここだけちょっと飛ばしちゃう傾向にあるので、ちょっと右折してみますかね。
洋服紅原さんの中浦店になりますね。若干これ信号回避でこちら来たんですけど、あまり変わらないんですよね。雲行きが怪しくなってきましたね。ちょっと雨が降るかもしれませんけども、社員さんですね。前回行ったんで、今回はまた別なところで散髪しようと思いますけどね。こちらから東松島市ですね。
交差点もなかなか右折できなかったりするんですね。一旦カットします。失礼します。はい、僕は白国号です。そうしましたら今度はヨークベニマルさんの北海道店ですね。買い物行こうと思います。今日はやっぱり結構混んでましたね。こちらから石巻市ですね。
は譲りましたね。こっちも譲っていいですね。できないですね。今日は混んでますね。見ます。今が桜が満開ですね。今週末あたり日和山でこう花見をしてる方が多くなるんじゃないですかね。今日はやってないですね。今日はちょっと見送りということでやってなかったですね。
らのなんか人工音声ってのが結構気になるんですけどもね。宿泊しないと入れないんでしょうね、こちらも。できてきましたね、この松島メモリーランドなんですけども。じゃあ今日はこちらで開放してから、元気の日ですね。こちらで一旦カットします。失礼します。はい、もこじゃくに行こうです。再開ですね。飲み物コーナー見てましたら、今品薄のですねレモンジーナが十数本売ってましたんで、ちょっと1本だけ買ってみましたね。1本90円でしたね。オランジーナもちょっと品薄っぽかったんですけども、まあなんか品薄感がすごいんでちょっと買ってみたかったんですよね。市内のスーパーほとんどもう品切れになってる感じでしたね。こちらは少し在庫あった感じで、まとめ買いはしませんけどもね。まあ、あとすぐ到着してしまいますので、今日はまたサウナですね。ちょっとのんびりしたいところなので、それではこちらでカットします。失礼します。はい、もこじゃく2号です。それでは帰っていますね。リサイクルショップさんにまた行きたかったんで、ちょっと行きますかね。大通りの方は時間かかんない感じなんですよね。だけになっちゃいそうなんですけどね。
所駐車場から確か 1.3 キロとなってたんですよね。距離的にはほとんど正確な距離数分かるようになってきてしまったので、まあ、ほぼ毎週来てますからね。と木曜日はちょっと駐車があるんで温泉は行けないんで今日来たっていう感じですね。来た方が時間かかんないですね。道路も広いので走りやすいですからね。します。失礼します。はい、もこちゃぶり号です。では帰りますね。見てきましたけども PC98 のキーボードがなんか売ってたんですね。200円でしたけども、まあ使いませんからね。もうヤフオクで結構ですね、あの5インチの、PC98 ですね、出品されてるんですけども、完全ノーチェックっていうことで、あれは怖いですね。もう製造してから30年近く経ってるので、多分電源周りダメになってる可能性があるんですよね。あれ買うんでしたらちょっとエミュレーター試した方がいいかもしれないですけどもね。ハザードバイパスを経由して、ちょっと行こうと思いますけどもね。この三角茶屋跡地になんかできたみたいなんですけどもね。水槽みたいなのがちょっとできたようですけど、
こちらも。悪いですよね。前の車は信号待ちのためにエンジン切ってるような感じなんですけどね。これアイドリングストップ車ではないはずなんですけど、サイクルショップさん、ここの奥にもあるんですけども、あんまりここは入ったことないんですよね。向かって右手のとんかつ屋さんは結構ここボリュームがあって美味しいんですよね。先月ちょっとうちの家族で食べに来たんですけどね、結構美味しかったですけど、
てましたね。今日はサウナ4セット入ったんでちょっと疲れちゃいましたね。ぐっすり寝れると思いますけども、前のビッツはレンタカーなんですね。マナンバーですからね。せっかくなんでリサイクルショップさんこっちも行ってみましょうかね。買うのは特にないんですけどもね。こちらでカットします。失礼します。はい、もこちょく2号です。結構いろんなもん買っちゃったんですけども、ですね、結構コンパクトなキーボードと天気ボードと DVD-R10 枚組とですね、あとソフトバンクの Wi-Fi ルーターですね。ちょっと面白そうだったんで買ってみたんですけども、Wi-Fi ルーターはですね、これ900円でかなり安かったんですよね。ちょっと買ってみたんですけども、合わせて2100円だったんですけども、かなりお買い得でしたね。
またちょっとゴミが増えちゃう感じなんですけども、 Wi-Fi ルーターはとりあえずこれは使い道はないんですけどもね、ちょっと実験的に使ってみようかなっていう感じですよね。あの SIM がちょっとないもんで、ちょっと用途がないんですけどもね。キーボードはですね、今使ってるやつかなりボロボロになっちゃったんで、あれはちょっと廃棄処分しようと思ってたんですよね。でちょっとコンパクトで良さげのやつが見つかったので、今日からちょっと使いたいなと思ってますね。まあ実はこのキーボード前からちょっと目をつけてたんですよね。300円だったらまあ衝動買いにもならないですからね。あと今日からこの三陸道の石巻金沢インター上りはですね、今日から通行止めですね。天気ボードはこれ、SSD を投入したノートパソコンにこれ使いたかったんですよね。Excel 使ってるとやはり天気がないとですね、やっぱ使い勝手が悪いんですよね。これまだ使えるんでしょうかね。まだこれ乗れますね。夜間工事かと思うんですけども、まだ大丈夫そうですね。散髪は木曜日にちょっと行こうかと思いますね。ちょっと今日はもう疲れちゃったんで帰る感じですね。高速バス来ましたね。またWi-Fi ルーターは一応使えないもんだと思って買ってみたんで、あとヤフオクで売却したいなっていう感じですね。結構これいいねがついたりするんですよね。実はこれ店員さんが梱包してですね、商品内に置いたやつをすぐ買っちゃったんですよね。ソフトバンクの SIM はちょっと持ってないんですよね。あまり安いのもなかったんで、であとロットによってはあのドコモ SIM も使えるんでいいかなと思ったんですけどね。
リサイクルショップさんだとちょっとクレジットカードが使えないんで現金払いになっちゃうんですよね。でちょっと買えなかったりする場合もあるんですけども、他のですね、セカンドストリートさんと、ドキドキさんの方は、両方ともカード使えるんで多少ですね予算オーバーの場合もちょっと買ったりするんですけどもね。ヤフオクも結構安いんですけども、例えば10円で落札したとしても送料とですね、送料と振込手数料、かかったりして10円の商品がですね、例えば500円になっちゃったりする場合もあるんで、リサイクルショップさんは、そういったことがないですからね、表示価格で買えますので、オーディさんは、税込みで表示してくれるので結構親切なんですよね。もうここの桜も咲きましたね。雨が強くなってきましたね。あと帰るだけですからね。失礼します。お疲れ様でした。